YouTube をご覧の方にお知らせ動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか顔出し声出し撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中詳細はこちらプロテニスプレーヤー錦織圭25歳と新恋人とのデート現場をキャッチした7月6日の午後3時半静岡にある御殿場プレミアムアウトレットで雨に濡れるのを避けるように 大げさに肩をすくめて小走りで走る錦織圭の姿をキャッチした屋根のあるところまで来ると雨粒を落とすために両足を揃えてぴょんぴょんとジャンプそして今度は帽子とマスクを取ってわざとらしく大きく振ってみせた満面の笑みとおどけるような仕草。試合中は決して見せない優しい視線の先にいたのは最近 交際を始めたというモデルの水木亜子、23歳だった。世界ランキング5位の錦織が A ウィンブルドン選手権2回戦を前に、試合はできても勝てないと思ったと、左ふくらはぎの故障のために棄権するという苦渋の決断をしたのは7月1日。御殿場にショッピングに出かけたのは、その5日後のことだった。すれ違って振り返る買い物客が驚いていたのも無理はない。そして彼は 周囲の目も気にせずに、彼女と腕を組んだり、肩や腰に手を回したり、ある店舗では、2人でお揃いのパジャマを選ぶなど、コートの外でもアグレッシブに攻め続けていた。仲がいいのはいいとして、婚約者の元新体操日本代表、坪井穂波26歳とはどうなったのか今年の年明けぐらいから錦織君と坪井さんは気持ちがすれ違い始め、連絡を取り合うことも少なくなっていました。 日本と海外転戦の遠距離恋愛でしたし、2人の溝は、生まれことがないまま、春先には別れを決めたようです、坪井の知人。そして、坪井と婚約破棄となった錦織が、新恋人に選んだのが、モデルの水木亜子。ファッションブランドのイメージモデルなどの活動をしている。